おはようございます。藤原さんちです。いつもご視聴ありがとうございます。いよいよ今夜から北海道に向けて、お出かけをします。ね、今回はね、オリーもいるので7頭ですよ。さあさあさあ、さて、今回の、みんなをね運ぶ、ちょっとまたあの荷物満載な車をちょっとご紹介したいと思います。ハイエースなんですけど、ちょっといじくりまして、というか修理しまして、いろいろとね、前回と、ちょっと変えました。でこの、バットマンの羽みたいなやつですね。これはアイズブロッカーという、ハッチバックのね、後ろのところから雨が中にこう吹き込まないようにするための、シェードですね。でこれをつけてもらいました。それから、こちらですね、この、RV パークとかでね、電気がここから、充電できるように、外部電源からの、やつもねバッテリーに取り込めるようになりました。まあね、なんでこんなことしたかと言いますと、実はもともとサブバッテリー内蔵してたんですけど、この車乗って9年目になって、いよいよ死にましたというか、サブバッテリーが使えなくなっちゃったので、それでですね、新しいものに交換して、さらに機能というかね、いいものになって、パワーアップして帰ってまいりました。で、これからね1週間旅をする車の中でございますけれども、相変わらず荷物が満載でございます。でも前回に比べたら少しマシなのかな。7頭いる割にはね、まあ1回5月に行ってるので、まあ、これはいらないよねとか、まあこれはあるといいよねみたいな感じで、ちょっとこなれた感があります。さて、これはですね、まあこれは私が道すがらビタミン C を補給するために、コストコでみかん買ってきまして、でこれは、犬たちのご飯ですね。で全く同じ量のものがもう一袋、ありまして、それは奥に入ってます。でこれは電気ポットですね。寒いと思うので、朝ねコーヒーとか飲みたいので、それで、ポットも一応入れときました。でこっちがクーラーですね。いいやつです。多分ご存知の方は分かると思うんですけど、めっちゃいいクーラーです。これは、お買い物した時とかね、に入れたいと思います。でこっちがケージ でこのケージなんですけど、オディがですねまだ5ヶ月なので、大人たちと一緒に8時間車の中に、ね、待機するのはちょっと厳しいだろうなということで、今回私と、同室の、お部屋にでペットルームっていうものなんですけど、でそれで車から寝室までオディを運ぶためのケージがこれなんですね。でちゃんと入るかどうか確認したらちゃんと入ったから大丈夫なんですけど、そもそもはですね、これはオディの兄弟の、子たちが、オディたちと一緒に飛行機乗ってきた時に使ってたお里からお預かりしているケージです。でこれを、今回返却することも兼ねて、積んでるんですけれども、まあ、ちょっとね、サイズもちょうどいいのでちょっとお借りして、船室までの、ね、運ぶのにちょっと使わせていただこうかと思ってます。でこれがポタでね、一応サブバッテリーも完璧なんですけど、一応念のため乗っけてます。でお土産と私の衣類で、奥はこれを運ぶためのキャリーと、あと、ジャケット類が入ってます。やっぱね、北海道さんも、まあ、氷点下にはなってないんですけど、まだ結構一桁、ね、3度とからしいので、朝ね、寒いと。昼間はね、暖かいとそうでもないんだけど、まあ、結構ね、北海道だけじゃなくて、移動中、青森とか岩手通りますんで、何が起こっても、ね、わかんないじゃないですか。なので、一応、万全の体制で整えております。中の方ですけれども、犬がね7頭乗ってますので、ケージが7つですね。1、2、3、4、5、6、7個7個あります。ね、まあ、こんな感じでね、犬乗っけます。それからこれは
前回ちょっと前にね動画にしたアマゾンで安く買ったサンプルの詰め合わせです。でこれがですね、これケルヒャーなんですよ。でこれ私もちょっとまだ右手が不完全復活してないから本当なんかもう握力がなくてポンコツすぎですね。これはですね、なんでケルヒャー乗っけてるかと言いますと、犬がね、汚れたり、例えばその外をさしちゃって汚れちゃったりとかそういう時にもうシャシャッと洗えるように、買ってあるものです。まだ一回も使ってないんですけど、でこれね、動力、が充電なんですよね。充電式なんで、もう充電フル充電してるんでもうすぐ使えます。でお水のタンクがね面白いです。ここにあるんですよ。これがね、蛇腹になっててよっ、こんな感じで、蛇腹になってですね、これでお水入れてここでシャーっとできます。なかなかの優れものですよね。お水さえあればどこでももう犬を洗えるという、優れものです。よいしょよいしょよいしょ。で結構ね、ぺたんこになっちゃうのがね非常にいいんですよね。でも、バッテリー持ってるんで充電もいつでもできるので、でこのぐらいのコンパクトな薄さになっちゃうのがなかなかの優れものです。さて、いよいよ北海道に向けてこれから出発したいと思います。犬たちはね、夕方散歩に連れてっていい感じにお疲れの様子だと思いますので、これからね、道中サービスエリアに着くまではね、多分お休みだと思います。その頃には私もお休みになっちゃいそうですけれども、まずは安全運転で行ってまいりたいと思います。おじいちゃん頑張ってよ。おやすみー。